初菜です。このゲームはセミオート殲滅戦の復活無制限でございます。前回のうちの動画でですね、高機動型サバゲっていう動画を上げております。そのゲームは初菜視点で送りましたが、今回は同じゲームの連視点でございます。で、前回の動画をね、下のワイプでちょいちょい出しておりますけれども、ちょっとカットの関係でね、ちょっとずれてる場合がございますけれども、ご容赦くださいませ。さあ、早速進んでいっておりますけれども、ここで味方が1人撃たれております。場所的にはちょっと初菜の方が今前にいます。ここでレンがワンキルを取りました。ちなみにレンの銃はシグ552でございます。電動ガンですね。レンは久しぶりのサバゲでね、ちょっとワクワクしているようですけれども、さあ、ここでレンはチームメイトさんと協力して少し前へ進んだようですね。この時点で、レン左後ろにチームメイトが1人、そのレンの真後ろの位置にですね、初菜がいるという三角フォーメーションができております。しかしここはちょっと敵の守りも厚くて結構な団子になっていましたけれども、チームメイトがダウンして帰っていったので、レンと初菜、しかしここで初菜もダウン、レン1人になってしまいます。1人になってしまったレーンは前線を守ろうとしますが、守りきれるのでしょうか。割と早くにやられてしまいました。ちょっと敵の人数がね、とても多いという判断で、拠点で打ち合わせをして反対側から回っていくようにします。黄色いウサギを背負っているのが初菜ですね。ちなみにウサギの服はその時のチームカラーで服を変えてます。今回は黄色チームだったのでね、黄色の服を着ております。さあ、少し前をレンが進んで、その後ろに初菜がついていくという形で進んでいます。お互い状況を確認しながらバリケの中を目指します。まずはレンが入って周囲を確認、初菜も後ろからついて入ります。バリケの中から2人して周囲を警戒しますが、なかなか敵が見つかりません。1人敵を見つけたのですが、なかなかちょっと撃てないので、さあ、どうしましょうかね。さあ、ここでずっと居持ってるわけにもいかず、しかしレンが交戦中の相手は撃てないので、初菜が突撃していきます。レンが弾幕張って初菜が走る作戦です。タイミングを合わせて初菜が飛び出していきます。その間レンが弾幕を張っています。初菜ダッシュで、まずはワンキル、ツーキル、ハンドガンにいる初菜を持ち替えています。さあ、ここで
レンも後を追いかけます。その間にハツナは3キル目。さあレンも走りますが足止めを食らっております。しかしハツナはどんどん進む。ハンドガンで突撃していきます。6キル、7キル目も取ったかな。ここで残り1分のアナウンス。ハツナだいぶ進んでいます。レンにはもはや居場所が把握できません。ハツナ今多分この辺ですね。そこでハツナがありがとうございますいますけれども、レンもフレンドさんと協力して進みます。ハツナダウンしております。さあ残り時間も少ないですが丸のところと交戦中ですね。ここで終了。ハツナ9キルに対してレンは1キル。しかしそのおかげでね、ハツナは進めたので大変良かったかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。またいつかお会いできる日を楽しみにしています。またねー。